こんにちは、ともあきです。今日はボディービルダーのひろたさんにいろいろお話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初にひろたさんについて簡単に紹介したいと思うんですけど、ひろたさんはトレーニング始めてもう50年以上。そうですね、50年ちょっと弱ですけどね、厳密にはまず50年近くということで超ベテランで、でボディービルの大会にもずっと出られてて、何年ぐらい？そうですね、13歳でトレーニング始めて、17歳が初めてのね大会出場だったんですけどもね、40何回連続出場ありますね、43回ぐらいだと思いますけどもね、自分でもねやはり連続出場っていうのはようやったなって感じでね思ってますけどもね。すごいですね。今日はいろいろ聞いていこうと思います。で、ひろたさん新しく YouTube チャンネル始めましたので。そうですね、数日前ですけど。で、ひろたさんのチャンネルについては動画概要欄に載せておきます。で、ひろたさんについていろいろ質問募集を Instagram と YouTube、Twitter でしたところいろいろ来たんで、一つずつ聞いていこうと思います。よろしくお願いします。はい。でまず13歳で筋トレを始めたとのことですけど、でその時の筋トレを始めたきっかけっていうのは、きっかけっていうか、もう本当に保育園ぐらいの時から、はい、とにかく力が強くなりたいっていう気持ちが強くあって、まあ、僕のちょうど時代だとこう青春ものっていうかヒーローものとか、やっぱりそういう形でいろいろ刺激を受けて、とにかく力持ちになりたい、ただその一心でね、もう小学校1年の時から鉄棒で訓練して、6年間放課の度に鉄棒で懸垂やったり、いろんな形でね小学校1年生から訓練しましたよ。じゃあもう13歳と言わず、もう小学1年生から。そうですね、1年生からはもう確実ね、もう最初はきっかけとしては力を強くなりたい。そう、力を強くなりたいということでね。じゃあボディービルにずっと出られてるわけなんですけど、そのボディービルをやろうと思ったきっかけは、きっかけはね、先ほど言ったように小学校から鉄棒で訓練し始めたと、はい、やはり当然鉄棒で訓練するということは体操競技にテレビからこう目に入ってくるでしょう、はい、その時に衝撃受けたんですよね。うわすごい筋肉だ、釣り輪の時とかね、うわ俺も将来体操選手になって筋肉もりもりになるんだっていう、そういう形で床とか、もう小学校の時に自分で考えて車輪とかいろんな宙返りもね、抱え込み宙返りとかいろいろできるようになりましたよ。まああくまでも実況だから笑われちゃうけどもね、はい、それである日友達と本屋さんにね、体操競技の本屋買い行くぞと、そういう形で友達と2人で出かけたんですけども、はい、その時に体操競技の本が売り切れちゃってたんですよね、はい、なんだ売り切れか、仕方ないなっていろんな本を物色してた時に、たまたま見つけたのが月刊ボディービルディングだったんですよね。これそれを見た瞬間、うわなんだこれ人間じゃねえなって、友達と話しながらペラペラめくっていくうちに、あなんか俺が目指したのは体操じゃなくてこっちじゃないかってことで、そこで初めてね目覚めたんですよね、はあうん、これ頑張ろうって形で。あじゃあその本屋さんでたまたま、そうそうそう、たまたま見た本が、本がきっかけでボディービルの方の世界に橋を入れようと。でもあくまでもその当時だから、はい、どういう会があってどういうあれがあってと全くわからないでしょう。だからまあ本を見ながらトレーニングよりも真っ先にねポーズ練習から始まったんですよね。トレーニングやらよりもむしろ本を真似してポーズをこうやってやったりこうやってやったり、まあ、いろいろポーズがあるから、それでやはり1年ぐらいはやって、自宅にエキスパンダですかね、はい、エキスパンダを買い込んで、ちょっとあれを買い込んでこうやってバネでついてダンパーって言うんだからこうやってやるのとかね、あれでもう欠かさずね、はい、朝晩鍛えましたね、うん、じゃあもう休みなく、もうそうそう休みなくね、うん、まあちょっと余談だけども、中学1年の時に僕はどんなトレーニングやったらいいかって全くね知識がなかったもので、はい、とにかく力を使えば、はい、使えば跳ね返り筋肉になって帰ってくるんじゃないかっていう発想で、自宅にいっぱいこんな石の塊がね、はい、いっぱいあったんですよね、まあ、こう岩みたいな、はい、それを持ち上げては投げ持ち上げては投げってね訓練してたんですよね。その時にちょうど家庭訪問の先生がね、はい、あこいつ頭おかしくなったんじゃないかってちょっと心配されたことが、はい、あったんですけどね。じゃあ最初にボディービルで筋肉をつけるってよりはもうポージング練習から入って、そう、そっちから入ったっていうのが正解ですね。それで
高校に入って、はい、その時にたまたま高校の中の、工業高校なんですけども、たまたまこの学校の中で の水泳大会があったんですよね、一応全員出なきゃいけないということで、たまたま市営の市民プールを貸し切ってその高校の水泳大会っていうのをやったんだけども、その帰りに友達4人ぐらいだったかな、自転車でたまたま帰り道に豊橋市の、武道館っていう建物なんで、今もこれありますけどね、はい、あの前を通りかかったんですよね、はい、その時にガラス越しに見たのがバーベルダンベルだって、あ、これみんなでこうやってガラス越しにこう顔をつ覗きかけて、お、これって本人乗ってたあのバーベルってやつだぞ、あれってダンベルじゃないかとか言って、お、すげえ、見るの初めてだ実物を、なんていう、だからバーベルをね、ここで興味本位に中に入ってガチャ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 こう触り始めたのがきっかけでね、俺明日から高校よって感じで通い始めたんですよね。じゃあそれがウエイトトレーニングを始めたきっかけになりますね、高校の時にね。でその高校でウエイトトレーニング武道館で始めた時ぐらいの体っていうのはどんな感じだったんですか？その時の体もまたちょっとアップしていこうとは思うんですけどね、はい、結構筋肉質でね、今のジュニアに近い体はしてたと思いますよ。自己流で結構ウェイトトレーニングをもうバーベルとかダンベルない状態でも結構、そう、結構ね、腕立て伏せとか腹筋とか鉄棒を使ったね、はい、石を使った訓練とか結構やってましたから、意外と基礎的な原始的なトレーニングが功を奏したというか、生まれて初めてやったベンチプレスもでもそれでも60キロ3回ぐらいは上がったかな。ベンチもやり方知らないから、はい、反対の方に持ってこうやってやってたけど乗り出して知らないからね、はい、それがやはり少しずつ毎日通い始めて60キロしか上がらなかったのが1年で120ぐらいは上がるようになったし、もう高校を卒業する時には145キロっていうベンチプレスがね、記録が覚えてますけどもね、ちょうど卒業式の時にすごいですね、145キロ、5キロのベンチプレスがね、はい、バックプレスで高校の時も120は一発できたから、180から100キロまではバックプレスで、この耳たぶまで下ろす、もちろんバックプレスなんだけどね、強い人はいくらでもいるけども、僕もバックプレス系結構いけるんじゃないかなって、その時もね、デッドリフトは弱かったけどじゃあその時の武道館でのトレーニングメニューっていうのはどんなことをやられてたんですか？その当時のトレーニングっていうのはやはりその周りで皆さんね、自己流でやってるでしょう、だからどうやってやったらいいのかって月棒を広げたら外国の選手のトレーニングが出てるでしょう、内容はこう名前は横文字で書いてあるけどさっぱり分からないし、何が なんかこう書けるって書いてこれ何かでも分からなくて、何レップとか、そうそう、何レップとかね、そんなの分からないし、本当に最初見た時は本当にそんなもんで、いや、なんか分かんないけど、ただ A コース B コース C コースは分かってたから、なるほど、こういう形で体の部分を割っていくんだっていうのは理解できたから、その当時の世界的なやり方としてね、1週間6日練習して1日オフを取る、こういう形が主流になってたんですね。その中身はどうかっていうと、A コース B コース C コース、さらに A コース B コース C コース3分割にして2巡回して1日休む、これが大体世界的な、もちろんアマチュアの選手もオリンピアに出る選手もそれが主流だったんですよ。だから私も真似してね、A コース B コース C コース A コース B コース C コースってやる当初ね、何年間それでね結構効果上げました。でも後から分かったんですけどね、これ週6日続けちゃダメだなっていう、筋肉発達にというのも、やはりその筋肉の発達させるその原点、一番の基本は使って栄養を取って休めてやる、これがやはりね、ルーの三原則っていうか、これがやっぱりうまくやらないと発達できないなっていうことがね、おのずから1日目2日目3日目4日目ぐらいまではいいんですよね、あと5日目6日目がもう毎回疲れてヘトヘトになって、でも記録で乗り切るんだと、一分に生かせて頑張って、それはそれなりに成果は出たんですけどね、いや、なんかここで変えなきゃいけないということで、中間に一つ休みを取るようにしたら、もうさらに筋肉が倍増してバルクアップできるようになったのを覚えてますね。じゃあ今日はこれぐらいで、そうだね、じゃあまた廣田さんにいろいろ聞きたい初心者向けの質問とか競技者向けの質問とかいろいろあると思うんですけど、コメント欄でぜひそういうコメントをお願いします。また解決廣田塾も YouTube で発信していきますので、またよろしく。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。